皆さんこんにちは。この動画はラピッドの使用方法と目的を説明した動画です。ラピッドとはエントランスに設置された感染予防のための入場管理システムのことです。ラピッドは寮生の入隊常時に一人一人の健康状態を把握し迅速に対処することと寮内侵入者の管理が目的です。それではラピッドの説明動画を開始します。マスクを着用してください。検温をする際には必ずマスクを着用してください。マスクがない場合は管理人室でマスクをもらう必要があります。正常な体温です。ここでポイントです。 AB ハウスに入る際のみ ID カードをカードリーダーにかざす必要があります。検温が完了した後に ID カードをかざしましょう。AP ハウスに入館後すぐにアルコールで手を消毒しましょう。これも感染対策の一つです。それでは使い方を復習しましょう。検温をする際には必ずマスクを着用してください。マスクがない場合は管理人室でマスクをもらう必要があります。検温終了後 ID カードをカードリーダーにかざしてください。必ず外出する際には ID カードを携帯するようにしましょう。 AP ハウス入館後すぐアルコール消毒液で手を消毒しましょう。各フロアでも消毒液が設置されているためこまめに消毒をしてください。最後に重要なポイントを説明します。必ず一人ずつ検温し入館してください。感染予防対策のため両外生の AP ハウス立ち入りが禁止されています。マスクを忘れた時は管理人室で名前を記入しマスクをもらってください。上記の写真にある通り熱検知の結果が3種類用意されています。熱が 37.5 度以上ある場合は管理人さんの指示に従ってください。対面授業を受講している場合 37.5 度以上の熱があると授業に参加することができません。授業を欠席する際にはアカデミックオフィスのウェブサイトで欠席届を提出してください。この動画は以上になります。感染予防対策をしっかり行い、素敵な AP ハウス生活にしましょう。